ブラショブ反乱は1987年のルーマニア地方選挙において発生した暴動である。共産党政権のニコラエ・チャウシェスクが行った経済政策に反対して起こった。共産党の指導者、ニコラエ・チャウシェスクが行った経済政策に対して1986年の後半からルーマニア全土で労働者による抗議運動が相次ぎ、 1989年のルーマニア革命の前兆となった。チャウシェスクの厳しい経済政策は、食料やエネルギーの消費を制限し、労働者の賃金を削減するというものであった。産業の中心地であったクルジュイコールナッポカやヤシのニコリナ地区では、それぞれ1986年11月と1987年2月に、労働者の暴動が発生したほか、 ルーマニア駆使の大都市であったブラショブでも大規模なストライキが実施された。ルーマニアは1989年に革命が起こるまでワルシャワ条約機構締結国の中では最後まで体制を維持していたが1980年代の後半になるとチャウシェスクの暴政により社会的、経済的な不安定さが目立つようになっていた。ブラショブの反乱は この不安定さを象徴するもので、チャウシェスク政権に対する最初の大規模な暴動となった。トランシルバニア南東部に位置するブラショブは、ルーマニアで最も工業が発達した都市であり、労働者の61%以上が工場に勤務していた。共産党政府は、モルダビアなど地方部の労働者に対して、ブラショブに移住し工場で従事することを奨励したため、 1960年代には町の工業が劇的に発展した。そのため、1980年代中頃に東欧諸国で産業が衰退すると、ブラショブは特に大きな打撃を被ることになる。1982年に始まったチャウシェスクの債務削減計画は、ブラショブの消費者市場を崩壊させることになった。これまで食料生産や流通に使われていた予算は、 西側諸国への債務返済に充てられたため、国は主な食料品や消費財を配給制とし、日用品を得るための長い列ができた。このような経済不況、食料不足の状況の中、1987年11月15日に、ブラショブ反乱が勃発する。ブラショブには反乱に由来する11月15日通りがある。 地方選挙が行われることになっていた11月15日の朝早くブラショブでトラック製造を担うスタグルロスの工場で勤務していた労働者が賃金の削減や市内で1万5千人の解雇が提示されていたことに対して抗議した。およそ2万人の労働者が仕事を中断し市内中心部にある共産党本部に向けて更新を始めた。デモ参加者は当初 大声で賃金に関する主張を述べ、チャウシェスクを倒せ、共産主義を倒せ、などというスローガンを叫んだほか、1848年革命で歌われた、独裁を倒せや、我々はパンを欲するの歌を合唱した。やがて、トラクターを製造するヒドロメカニカの工場、市民ら2万人を超える人々がこのデモに加わった。合流したボートは、 共産党本部や市役所に乗り込み、チャウシェスクの肖像画や品揃え豊富な食料品を投げ捨てた。深刻な食料を不足の中、庁舎内では地方選挙の勝利を祝うため、祝賀会の準備や大量の食料品が用意され、これが群衆をさらに怒らせることになった。広場では大きな火が焚かれ、パーティーの記録やプロパガンダが燃やされた。セクリター宛や国軍は、 夕方までに市の中心部を包囲し、強制的に暴動を解散させた。死者は出なかったものの、約300人の参加者が逮捕された。政権は反乱を単発的に起こった暴力的な事件として軽視したため、逮捕者の処罰は共産党としては中程度にとどまり、懲役2年を超えることはなかった。1990年以降、100人を超える人々が、 有罪判決を受けたことが判明しており、全国に強制移住させられる人もいた。ブラショブ反乱が直接革命につながることはなかったが、チャウシェスク政権や労働組合の信頼には深刻な打撃を与えた。歴史家のデニス・ドレタントは、チャウシェスクは労働葬儀の増加という警告サインに耳を傾けず、同じような経済政策を推し進め。 その政策が及ぼす結果については無関心であったと述べている。ブラショブの反乱はチャウシェスク政権に対する労働者の不満を表すものとなった。また、ルーマニア人が政権や共産主義を崩壊させることになるルーマニア革命がこの反乱からわずか2年後に起こることを予感させるものでもあった。1989年12月に発生した革命ではブラショブでも 再び暴動が起こっている。ありがとうございます。